エレス、今回はマリオカートやっていきます。さあ皆さん、でお前前二人マリオなんだけど、さあ皆さん、夏がね来ます。もう7月だよ。みんなやばくない？でもさ、7月ってさ、ちょっと楽しみじゃない？8月がさ、まあ夏本番だとしたらさ、まあ夏に片足突っ込んでる7月みたいな感じでめっちゃ楽しみじゃない？皆さん夏何やりたい？俺はね、一個だけやりたいことあるね。グランピングしてみたい。グランピングっていうね、なんか室内キャンプみたいなあるんですけど、それがねやりたい。そう、なんかそれでなんか部屋の中で、でもあんま詳しいことは知らないんだけど、そのなんかね、部屋の中っていうか、なんかテントみたいな、半開きのテントのところでキャンプするみたいな、やりたいんだよね。あれおもろそうじゃない？そう、まあでもいろんな楽しみがあるよね。川で泳いだりとかね、雨に濡れたりとか、いろいろあると思う。バーベキューやったりとか、その中でやっぱりね、グランピングしたいな。グランピング一押し勢だからね。さあ食われていくが、やばい、食えない。よし、あー、さあ2レース目やっていきます。さあ初めてなんじゃねぐらいわかんねえわこのコース。カラカラ砂漠走ったことあるっけ、ここ。あ、なんか DS の頃やったことあるかもしんない。覚えてないな、あんまり。やっていきます。で、やっぱ夏、やっぱまだ夏の話したいんだけど、でも夏やっぱやりたいこといっぱいあるよね。でももうマジでいろんなことやりたいもん今。やっぱさっき言ったグランピングもそうだし、やっぱバーベキューとか日帰りでもいいよね。すごい、でもやりたいなってすごい思います。やっぱ面白そうじゃない？あっち面白そうじゃない？すごく。あと魚釣ったりとか、あと虫取ったりとか。もう本当になんかね、子供の頃別に虫とか触れたのにさ、もう虫ダメになっちゃったよね。やっぱそういうのってすごい不思議じゃない？子供の頃なんであんなキモいの触れたんやろって思わない？めっちゃ思うもん、そういうこと。さあ、ここしっかり OKOKOK、素晴らしいのでは。真ん中取れ、よし。さあ、これ1位に浮上。さあ電車来ているか、しっかり横を避けてって。え、ここ走ったことないかも。いる、なんだこのコース、すげえおもれえぞこれ。まだこっちでいいのかな、わかんねえや。やべ、電車来てる、こっち行こう。やば、あいつ早い。オッケー、男には攻めなきゃいけない時もありますと。さあ抜かれている、ふざけるな。緑コーラスナイプ今日うますぎないか、ちょっとうますぎはしませんか。さあ何が来ても安心安全、アルゼンチン。さあやばい、ちょっとふざけるな、勝ったと思った今絶対に。